今日は東北の北部、特に青森県や秋田県で大雨に対しての警戒が必要となります。でまず雲の様子をご覧いただきますと、このように北海道や東北北部、さらに大陸にかけて長く雲の帯が見られます。ここに前線があるんですけれども、前線に向かって湿った空気が大量に流れ込んでおりまして、前線活動活発な状況が続いております。で今の雨雲の様子をご覧いただきましょう。この時間なんですけれども、特に青森県を中心に活発な雲が流れ込んでおります。西の方にもずっと控えている状況でして、こういった雨雲がこれからまだ向こう1週間にわたってですね、流れ込む可能性があります。このうち今日は特に青森県や秋田県で雨が強まる可能性があります。でその雨雲の予想をご覧いただきましょう。この後の動き見ていきますと、次々と活発な雲が流れ込みます。1時間に50ミリ以上の雷を伴った非常に激しい雨が降る恐れがあります。道路冠水などに広く注意警戒が必要なんですけれども、今一旦雨雲のピークを越えております。北海道ですね、北海道の太平洋側にも、再び今日の午後にかけて雨雲が強く流れ込む予想でして、さらに雨量が増える恐れがあります。まだこれから明日にかけてもこの北海道太平洋側や東北の北部、雨の強まりに注意警戒が必要となります。でその予想される雨量ですね、ご覧いただきますと、これから向こう24時間、明日の朝6時までの予想雨量です。特に多いのが青森県と秋田県のこの県境付近でして、150ミリから200ミリぐらいが予想されます。このエリアとしてはかなりの大雨が見込まれます。地盤の緩みですとか、大きな川の増水、こういったことも想定されますので、引き続き危険な場所には近づかないようにしてください。また北海道太平洋側も道南を中心に多いところでは明日の朝にかけてさらに100ミリの雨が予想されます。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。